鋼山標準電波送信所標準電波。標準周波数法時電波とは、標準時と周波数の国家標準、または国際標準として政府機関等が送信している電波のことである。標準電波は原子時計を使い、正確な周波数と時刻の情報を送信している。従前の無線機器は、精度の低い事例、発信機を用いており、時計は機械式であった。 高級な無線機器や時計は、推奨発信紙を用いていたがそれでも誤差があるため、受信者が無線機の周波数や時計の時刻を補正に用いた。かつては2.5から10メガヘルツの短波で送信されていたが、現在は10から200キロヘルツの長波を用いるつぼねが多い。長波は地表に沿って伝わるので、電離送電波による短波よりは、受信状況が安定しており、 時刻の精度も高くなる。また海面下数十メートルの潜水艦にも届く。標準電波を送信する無線局の種別は電波法施行規則第4条第1項第28号により標準周波数局とされる。情報通信研究機構が j ャ g ーのコールサインで1999年から福島県田村市より2001年から佐賀市より長波で送信している。 1927年に低新章が周波数標準器の設置に着手、正式に標準電波の発射が開始されたのは1940年のことで短波を使用していた。以後、短波は周波数や送信書の変遷を重ねたが2001年に終了した。ありがとうございます。